自閉の動画解放軍知恵の動画解放軍皆さんの家、壁に穴開いてないですかね。前に何か額縁をつけておいた。でもこれ、飽きたから外した。その時に残った穴。特に自分の家だと、もう自分のものだからということで穴開けてしまう。穴開けるときは何も決心がない。しかも買ってきたもの、買ってきたばかりだから、最初の愛着というのはあるんですよね。でも一年後、下手すると一週間後、飽きてしまう。その場合外した後に残るのは、ネジの穴。 根本的にしっかり吟味して変えよう。今日はそういう話じゃなくて、まあやってしまったらどうするか。今回、かくれんぼというものを買ってみました。かくれんぼかくれん。そして棒は、あの、棒ですね。まあ、見た感じクレヨンですよ。これ何するものなのか。壁の穴を簡単に塞ぐものですね。私、ここの穴、塞いでみましたけど、今のカメラで映してる場合、ほとんど見えないですよね。ここに穴が開いてたのを知ってる人が意識すればわかりますけど、パッと見た目じゃわからない。 穴が開いてれば誰でも分かりますからね。あ、なんか穴開いてるなって。でもこのかくれんぼを使うと、そういう穴を簡単に消せますね。使い方、まず穴の部分のささくれとかを取ります。取りすぎると板が剥がれますので、ほどほどにしといてください。そしてかくれんぼを円を描くように塗る。このかくれんぼ、クレヨンの塗ったものが穴の中に入るような感じ。そしてある程度盛り上がってきたら、手持ちのヘラとかで、こう押さえます。そうすると綺麗に消えますね。パッと見た目は分からないです。 あもちろんこれ色、色々あります。私は淡いものを使いましたね。この壁がちょっと淡い色だから。茶色いものから淡いものまで、色々揃ってます。さらに、全色セットっていうのもありますね。何色か入ってて、合わせて使うことができる。家にいっぱい穴が開いてるんでしたら、そういうものを使うのもいいですね。穴、見苦しいですけど、このかくれんぼを使って、軽く塞いでおけば、パッと見た感じ分からないですね。まあ、あと中古物件とか買った人、そういう人もいいかもしれないです。元々愛した穴。 これで塞げますからね。店を経営してる人。穴一つでお客さんの雰囲気を台無しにすることもある。その時にこれで塞いとけばいいですね。非常に簡単に壁の穴を塞ぐことができるかくれ棒。ぜひ使ってみてください。自閉の動画解放軍でした。自閉の動画解放軍。動画で解放とか。めっちゃええやん。